勇気と愛が世界を救う。絶対いつか出会えるはずなの。沈む夕日に寂しく一人、拳握る締める私。週休2日、時間フレックス。相手はどこでもいるんだから、今夜飲み会期待している。友達の友達に目立つにはどうしたらいいの。一番の悩み、性格良ければそれいい。そんなの嘘だと思いませんか。幸せの予感、きっと誰かを感じてる。ロマンスの神様、この人でしょうか。ノリと恥じらい必要なのよ。初対面の男の人って年齢、住所、趣味、職業、さりげなくチェックしてあなた。待ってみました、合格ライン。早くサングラス取ってみせてよ。なんすてき、窓もすてき、思わず見とれてしまうの。幸せになれるものならば、友情より愛情。帰りは遅らせると、さっそこってちょっと信じられない。してる瞬間、きっとあなたを感じてる。ロマンスの神様、願いを叶えて。恋する気持ち、何より素敵な宝物。ロマンスの神様、どうもありがとう。よく当たる星占い、そういえば書いてあった。今日会う人と結ばれる。今週も来週も再来週もずっと、神様感謝しています。もう見つかる、いつまでもずっとこの気持ち忘れたくない。ロマンスの神様、どうもありがとう。ハッピーハッピーって動画見てくれてありがとう。概要欄の方におすすめの動画などもあるので、ぜひチェックしてね。あとリュウンちゃんによる占いもあるので、ぜひそちらも見てね。で、あとインスタグラム、ツイッターのフォローも欠かさずしたらいいことあるかもよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。 See you again。 バイバイ、またねー。よーし、見てね。見てね。